はい、皆さんこんにちは。今日はですね、久々の神田シリーズということで、以前ですね、神田の台直しの動画を上げたんですけど、それからですね、結構反響があって、僕のチャンネルではですね、一番再生されている動画になりました。で、それに続いてですね、今回はこの神田のですね、刃を研いで実際に削ってみたらどのぐらい切れるか、で、この今回使うカンナは以前ですね、1600円で買えましたと紹介したこの 6way のカンナになるんですけど、現在ですね、 Amazon で調べたら2200円で販売されておりました。で、このお手頃価格のカンナをしっかり研いで、どのぐらい切れるかというのを検証していこうと思います。今ここに並んでるカンナは僕が持ってるカンナなんですけど、簡単に紹介しようと思います。まず左からですね、宗次郎くん、玉堂さん、樹光さん、六兵衛くんで、これはいただいたカンナで、これはですね、六兵衛くんの立ちカンナになります。で、こちらの2つがメルカリで購入したカンナになります。2台セットで1万円で販売されていました。で、僕が気づいた時にはですね、販売されてまだ数分経ったぐらいの時に気づいてですね、即買いでした。25年ぐらい前に1万1000円ぐらいで売られていたカンナなんですけど、今だったらですね、多分もうちょっと高いんじゃないかなと思います。で、こちらはですね、樹光といって青髪鋼の鋼を使っているカンナになります。で、これは1つで1万円、1万1000円か2000円ぐらいしたと思うんですけど、結構いいカンナですね。高いだけあって、なかなかまだ使っておりません。で、こちらが先ほど紹介したAmazon で購入した1600円の六兵衛というカンナになります。で、これはですね、値段の割によく切れます。で、そこそこ長く切れてくれるので、ちょっとしたね、工作とか面取りとか、大工さんとかでもフロア のすり付けとかあると思うんですけど、そういうのにね、こういうお手頃なカンナを1台持ってると、心強いんじゃないかなと思います。で、こちらは先輩にいただいたカンナになるんですけど、鋼が入ってないカンナで、最初はね、研いでしばらく切れるこっちゃ切れるんですけど、普通の鋼が入ってるカンナに比べると、切れが鈍くなるのが早い気がします。で、こちらは六兵衛の立ちカンナ、台直しのカンナなんですけど、これもね、DIY とかカンナをたくさん持ってる人は絶対いるカンナだと思います。で、早速、こちらのですね、Amazon で買った、六兵衛というカンナを実際に刃を研いでですね、どのぐらい切れるか検証していこうと思います。前回の動画では僕はこれは普通のね、金槌で、カンナを叩いてたんですけど、そうすると今ここのね、上の方が変形してくるよということで、この木槌を使った方がいいよということで、それからですね、コメントをもらってからこれを購入して使っております。で、これは100均です。で、本当にね、大きいカンナなんか鋼が大きくて結構叩かないと入んないんですけど、ここがね、潰れてくるんですよね、上の方がだんだんこう返ってきてるんですよね。本当に木槌を使って叩いた方がいいと思います。それでは早速ですね、こちらの Amazon で2200円で売られているカンナの刃を研いでいこうと思います。はい、それではですね、早速研いでいこうと思います。僕はですね、今この杉板があるんですけど、これに刃の黒幕っていう砥石あるんですけど、そのこのケースをですね置いて、ここに砥石を置いていつも研いでいます。で、砥石はですね、このような感じで、100均のこの透明のケースがあるんですけど、これを蓋代わりにしてですね、100均のこの皿立てかなみたいのに砥石を立てて、これで乾燥させつつ並べて使っております。使い終わった後もね、こういう風に直していると、
あの衛生面でも綺麗に保てるし、砥石も傷まないので、まあ、結構おすすめですね。僕が使っている砥石を紹介しようと思います。砥石のね、あの平面直し用のダイヤモンド砥石、150番と600番が付いている砥石になります。これはもう鉄の、あの金属のプレートですねにダイヤモンドが、あの電着されたものになります。で次に刃の黒幕シャプトンですね。シャプトンの刃の黒幕シリーズの220番、これが荒砥石です。で次が同じくシャプトン刃の黒幕の1000番、中仕上げですね。で次が、あの同じく刃の黒幕の5000番で、これは仕上げ砥石として使っております。で今紹介したこちらの、あの砥石を使っていつもですね、のみだったりカンナを、あの研いでおります。で早速ね、こちらの方を使って、あの研いでいきたいと思います。まずはですね、この容器に水を入れます。このぐらい入れたらですね、刃の黒幕を、まあ、しばらく、まあ、2、3分ぐらいですかね、つけたいと思います。通常ね、皆さんが使われている砥石は、あのしばらくですね、水につけてから、あの使うと思うんですけど、このシャプトンのね、刃の黒幕シリーズの砥石はですね、あの水につけてたらいけないんですよ。長時間水につけすぎると、この砥石自体がね、ちょっと柔らかくなってしまって、刃の黒幕シリーズのですね、あの特徴を生かせないというのがあるみたいです。まあ、ですので、あの使う場合はですね、取扱説明書にそういうことも説明されてますので、よく読んでから、あの使うことをお勧めしています。このシャプトンの刃の黒幕シリーズですね、砥石が結構薄いんですよ。でも、あの砥石自体が硬くて、あの結構すぐ研げるので、だいぶ長持ちします。で今この1000番の砥石なんですけど、今これ2年使ってるんですよ。結構頻繁に研いでるんですけど、まあ、全然減らないですね。でじゃあしばらくちょっとつけたので、砥石を上げます。あとはですね、水をちょっとずつかけながら使っていこうと思います。で先ほどの6米を刃を抜きます。6米3を抜いて、こっちからですね見ると、若干刃の先端が光ってる気がします。でこの刃の黒幕シリーズの旋盤はだいぶね、まあ、中仕上げといえど粗いんですよ。ですので、まあ、結構研いだ方がいいかなっていう場合でも、まあ、中仕上げからいけたりします。で今この砥石のですね、表面の状態は、まあ、前回あの研ぎ物をした後にこのダイヤモンドプレートで平面出してますので、このままですね、あの使っていこうと思います。こんな感じで、この刃物がですね結構ちっちゃいので、僕は両サイドをこう持ってですね、2本指でここを押さえて、ここを中指とここに親指を置いて、まあ、ちょっと複雑ですけど、こんな感じで押さえて研いでます。まあ、そこ2、3分研いだんですけど、刃返りが出てきました。
ちょっとねこの後ろを触った感じが刃がですね、何て言うんだろう、ちょっとこう曲がってる感じ、こちらからこう触ったら引っかかりが明らかにある感じなんですけど、まあ、こういう感じ。